こんにちは、田舎でカフェを営む吉尾です。前回パーゴラ横のサンルーム作りが自分の中で一区切りつきましたので、2週間ほどお休みをいただきました。今回からはカフェのエントランスエリアに着手していこうと思います。まずはこれ、立水栓のリメイクからやっていきます。今回チャレンジとして、どこにでもある立水栓を電動工具を使わずにおしゃれにしていこうと思います。少しでも皆様のガーデン DIY のヒントになるような動画になると嬉しいです。それでは今週も田舎カフェのじっくり庭作りスタートです。夏真っ盛り、皆様いかがお過ごしでしょうか。先日宮崎県の日向灘沖で地震があり、ここ宮崎県の内陸部も経験のないほど強い揺れを感じ、非常に怖かったです。幸いみんな無事で被害もなく、一安心したところでした。視聴者の方から大丈夫でしたかなどコメントをいただき、なんだか温かい気持ちにさせていただきました。ありがとうございます。今回からパーゴラの北側、カフェのエントランス付近の DIY を少しずつやっていきます。まずはこの立水栓から。この外用の立水栓ですが、5年前の開業準備の時に下の部分をタイル張りにして、それ以外全然手をつけていなかったんですよね。その後いろんな DIY で取れない汚れがかなり目立っていて、このエリアのリメイクはまずここから始めようと思います。最初にこのタイル剥がしをやったんですが、これは次回のタイル張りの回のとこでご紹介していきます。今回はこの立水栓を木材で囲って高級感のある見た目に変えてみようと思います。どこにでもある立水栓ですので、誰でも真似できるようにいつもより具体的に解説していきます。まずは作りたい完成図をイメージして、ひたすら採寸ですね。水栓に対して木材をどのように囲むか決めて、長さを決定します。電動工具を使わないとなると、ホームセンターでカットしてもらう必要がありますので、ここでの採寸設計が非常に重要です。ここで元栓を止めて水道を取り外し、蛇口が通る穴の位置までこの時点でしっかり決めておきましょうと行きたいところなんですが、この蛇口がなかなか取れませんでした。しかし最後は叩くことで解決しました。昔のテレビと一緒ですね。はい、これで穴の位置がしっかり分かるようになりますね。ちょっとイメージつきやすいように、材料をカットした後の、組み立て例を見てみましょう。後ろ側は隙間がないので、後ろの板を除く3枚の杉板で作っていきます。いずれも 2.4 センチの厚みの廃材がありましたので、私はそちらで製作していきます。それでは材料を確認してみましょう。先ほど採寸してカットした板が3枚、そして左下に見えているこれ、ザルボという器具なんですけれども、本来水道はこのようについていますよね。そこに木の板が入ると、ここの水道管の長さが足りなくなるんですよね。その分を補ってくれる部品になります。いろいろな厚みのザルボがありますので、板の厚さより少し小さいぐらいを目安に探してみてください。続いてシールテープ、ザルボや蛇口のネジ部分に巻きつけるテープです。密着を高めて水漏れを防ぐテープになります。続いて木材部分に塗る防虫防腐剤ですね。今回ちょっと高級感を出したいので、ダークオーク色を選んでみました。刷毛も忘れずに。そしてネジ、木ネジですね。今回5センチの長さで、太さが 4.2 ミリのものを使っていきます。大体打ち込む板の厚みよりネジの長さが2倍から3倍くらいの長さがあるものを選んでいきます。続いて使い古しですが、紙ヤスリ、目の粗さの数値がいろいろですが、100番くらいのものを1枚買っておきましょう。そして電動ドリルを使わない場合は、ノコギリ、金槌、ドライバーなども必要になってきます。そしてせっかくですので、蛇口や取っ手部分、ここら辺も変えてみると愛着が湧き、可愛い外水栓になると思います。
大体必要なのはこんな感じですかね。それではまず最初にして最大の難関、穴開けからやっていきましょう。サイズはザルボを基準に穴を開けていけば大丈夫です。今回電動工具使わないと言ったんですが、参考までに電動工具使うとこんな感じでやっていくんですが、これでも相当大変です。結局ドリルがあっても、専用のアタッチメントを持っていないと、綺麗に開けることはかなり素人には難しいです。これは電動ドリルなしで、今回このようにカットしてその両面を、半円状にくり抜くという方法をちょっとご紹介してみようと思います。 DIY やってみたいけど、使うかわからないのにいきなり電動工具買ったりとかって結構ハードルが高いですよね。そういう方もたくさんおられるかなと思って、電動工具なしなら自分ならどうするかなっていうのを今回ちょっと考えて穴開けをしてみました。まっすぐに切った板をもう一度合わせて、このようにマークをつけていきます。この半円をくり抜いてザルボが通る穴ができればいいわけですね。そこでどういう方法を取るかというと、とにかくこの万能ノコで切り込みを入れていくことにしました。極力薄くですね、切り込みを入れていきます。ここまでやれば、あとは斜めにノコギリを少しずつ入れたり、時間をかけていけばだいたい半円に切れていきます。力技ではありますが、穴を開けることができます。最後に、サンドペーパーで、仕上げをします。そうするとこのようにザルボが入って、穴が開くということですね。この横のカットはホームセンターで綺麗にやってもらった方がいいかもしれませんね。穴さえ開いてしまえばこの蛇口の丸いとこで隠せます。さあいよいよ組み立てていきます。この段階で、表面の汚れや角のささくれなどをささくれ、処理しておきましょう。で、前側の、一番表面の部分に側面に来る木の板を当てて線を引いていきます。この表面の部分に線が入ることによって下のどこに板が来ているかというのがはっきりわかりますので、ネジが中心にしっかり打てるということになります。それではレンガで重しをして、ネジを打ち込んでいきましょう。ここでもドリルを使わずに打っていきます。ネジですね、最初ハンマーで、板の厚みの半分ぐらい打ち込みます。あとはドライバーで力技で入れていきます。力いっぱい回しているように見えますが、そんなに力はいりません。女性の方でも、ゆっくり時間をかければ入れていけると思います。そしてこの最初の金槌で打つときにですね、まっすぐまっすぐ打つことを意識するとうまくいくと思います。そんな感じで打っていって、片側4本ぐらい打とうと思っていたんですが、4本打った時点で結構な安定度合いだったので一旦これでつけてみることにしました。もし先ほどのノコギリで半分に切って半月型に穴を開ける方法をされる方は、追加で4本必要になりますね。さあ取り付けてみてフィット加減を見てみましょう。バッチリきてますね。裏の方で広がらないように、薄い板を打ち込もうかなと考えていたんですが、このフィット感だったらとりあえずこのまんま行ってみることにします。それでは穴の位置も大丈夫でしたので、ザルボの取り付けにかかります。このシールテープをだいたい10周ぐらいぐる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 巻きつけます。そして結構きついんですが、このザルボをグイグイと入れていきます。最後はこういうプライヤーとかがあるとすごくきつく締めることができます。さあどうでしょう。
いい感じです。まあ、こんな感じで完成形なんですが、今日は塗装をして、明日設置してみます。今回塗装は、壁の緑や窓の白い枠と合うようにダークオークという高級感のある暗めの色にしてみました。中の方も入念に塗っていきます。一番上につける予定の、正方形の板も塗っていきます。さあ、もうすぐ完成です。最後にひびを発見してしまいました。ちょっと打ち込みすぎましたかね。まあ上出来。来週はここのタイルをまた貼り直していくんですけど、まだちょっと考えてない部分もあったり、この廃材で作ったから隙間ができちゃったりした部分を、どうしようかなって今楽しく考えているところです。ちょっと引きで見るとなかなかいい存在感ですね。ここら辺がまた充実していくのが今後楽しみです。今回の立水栓リメイクいかがだったでしょうか。さあ、次回のタイル選びに余念がないですね。お楽しみに。ここまでご覧いただきありがとうございました。少し告知です。8月の23、24、25の3日間、鹿児島の天文館にあるギャラリー久永さんで
妻さくらの個展が開催されます。とってもおしゃれな家具屋さんの協力も得て、アットホームな空間の中で心温まる優しいアートをたくさん展示いたします。内装は北欧ヴィンテージ風のかなりおしゃれな感じになりそう。私も楽しみです。お時間ある方ぜひお待ちしております。いつもご覧いただきありがとうございます。感想やリクエストなどコメント欄にいただけると大変嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。